こんにちは、ミサとストレッチマムのポニータンです。はい、ともちゃんです。はい、今日は何をするかというと、はい、お、何やら火のね、なんかできてますね。はい、こちらを腐らないように防腐剤を塗っていこうという作業をします。はい、やっていきましょう。はい、全部で8点あるので、まあ、2人で分担してね、やればすぐ終わると思います。はい、はい、作業いきましょう。さて、どれからやる？てか2人でどんどん好きなやつを塗っちゃってか。そうだね。はいはいはい、防腐剤はいつもの通り。はい、よいしょ。もううちの動画を何本か見てくれてる人はおなじみの防腐剤じゃないですかね。そうですね。はい、あれもやったね。あれ、見晴らし台も塗ったよ。見晴らし台とかあの触れ合いエリアに比べればなんと楽な。ほんとほんと、ね、防腐剤ね、結構汚れるので、あらかじめ2人ともすでに汚れているつなぎを着ております。はい、あー下手くそだあ、床が防腐されていく、ね、よいしょ。でこっちに分けよう。あー、いくらなんでも下手すぎるな。誰がやってもそうなるよ。それでは塗っていこう。はいはい よいしょ、よし、これでよいしょ、中から塗ります。今回はあれ、二度塗りはしなくていい感じなんだ。あ、一度塗りで雨ざらしにはしないものだし。確かに、うんうん、意外とね、一度塗りでもあの箱もそんなに退色してないし。箱？小松菜の？ああ、そうとか、そうそう、あの水道の、あれ二度塗りしてない。一回だったね。一回です。そうそう、確かやったの俺だ。うん、もう防腐剤塗りのプロといっても過言ではない。防腐剤の塗布だけ、うん、スキルが上がっていく。上がってる、上がってる。タタタタタタタ。レベルアップ。ドラクエだっけ今の音。そうだね、うん。やったことないけど。ああ、へえ。一回もない。私エイトだけやってるんだよ。スライムとかしか知らないよ。あ、え、一応全部クリアした気がするドラクエエイト。そういう名前とかはなんか知ってる。うん。なんか小学校の時さ、鉛筆コロコロ転がしてさ、うんうん、バトルするやつあったよね。あった気がする、あった気がするな。やってなかったけど。やってない、やってない。じゃんけんとかのやつもなかったっけ。あった。普通にじゃんけんすればよい。ほんとだよな。よし、1枚塗った。早っ、よいしょ、素晴らしい。たまには手元をね、裏側縫いにくそうね。うん、そうだね。 上側とか、ね、ここと か、 これは今後イベントの際に持っていけるものとして。ねえ、これはいいものだ。さあ、どんどん乗っていこう。うんうん。垂れる。垂れた。大丈夫。最初以来、あの、このつなぎを汚してない気がする。あ、わかる。あんまり。最初が、なんだっけ、見晴らし台だったから上から降ってくるから、そうそうそう、それで汚れたり。この動画を最初に見た人は DIY チャンネルだと思う確かによいしょ。そうね、思い出を語りながら DIY してるチャンネルじゃん。
よーし、塗り終わったな。これは普通に置いちゃっていいよね。うん、うん、いいと思う。よし。ずっとこれは一つの、一つじゃなかった。これも棚じゃなかった。ほんとだ。棚だとずっと思ってた。うん。よ、棚として使うんじゃないのかね。なんだろう。どうやって使うのでしょうか。よし、あと1個。今日は日曜日、幸せだ。どういうことよ。なんだろう。丸一日、その、なんだろうね。あれに使える。平日でも一応お客さんのことを気にしてなきゃいけないじゃん、電話とかね。そうだね。そういうのが一切ない。ラスト一面。うん。このままの色だったら綺麗だけどね。防腐剤乾くともうちょっと薄めの茶色になる。そうですね。縦カマはもう乾いてるっぽいな。本当は乾いてるような色になってきている。うんうん、よし。はい、はい、ということで、お、塗り終わりました。はい、計8点1、2、3、4、5、8。ああ、はい、塗り終わりましたね。行き当たりばったり DIY 複製小物の防腐剤塗り終わりです。終わりです。はい。バイバイ。バイバイ。